はい、ジュンジーです。では I wanna be the Platina Box、続きをやっていきましょう。パート2ですね。で今回はここ長い道のりもめげずにステージ、まあ、赤いタイルが特徴的なステージに入っていきましょう。ドンドンということで、はい、ゴー。おー、長いってことはまあハリゲーってこと、あ、ことかな。それがひたすらこう続くということでしょうかね。これどうなんだろう。ああ、そうなる。なるほどね。 OK、とりあえずガシガシと行きましょうか。そい、あ、そい、そい、で、こうか。あ、うっそーん、ちょっとボンミス多すぎ。よし、じゃあガシガシ行きましょうかね、またね。今回のパートで超えられるかな、ここ。そこがちょっと不安ではありますけども、ほい。でもまあ、よし、これは、あ、待って、でも隠しあるかもしれないから一応降りていきますか。そうしましょう。なんかまた BGM が軽快ですね。うん、かっこいい。またちょっと一風変わった BGM って感じがする。これどうしようかな。こっち先にセーブ取ってから戻ってきた方がいいかな。まあいっか、とりあえず降ります。あ、ないね。でんでけでんでんで、おお、かっこいいかっこいい。このメロディーすごい好き。よし、じゃあ、あ、しまった、じゃん。届かなかったよ。隣も落ちてから上に上がっていきましょうか。ここの BGM かっこいいよな。アスカウサギさん、ほんと選曲が素晴らしいですね。この辺ないよね。よし、OK、で、ここを、あ、危なかった今よ、危ない。で、つるつるっと、左怪しいな、ここ。よし、なんかある、ないか、なさげっぽいな。でもなんかすごく怪しいよね。まあ、いっか。そい、あ、うっそーん、マジか。 OK、 またね、こう調べてみたくなるような気持ちっていうのはどうしてもありますけど、そういうのは絶やさず行きましょう。よし、セーブ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 。 OK、 で上か、あ、ガードあるね。ここを上に上がっていく。ターンターン、そしてワンタンの切り返し。よし、それワンタンってなんだよ、楽しいかもしれない。さて上ですね。おー、セーブ区間が意外と遠くにありますね。長い、ほっ、だから集中力を切らした時にですが、おら、しまった、遅い、訪れるということですね。あ、あれセーブじゃないか、あ、セーブじゃないかっていうか、あの最初のセーブですね。うん、取れないね、あれ。ステージにはなかなか難易度がまたね、スコーッと上がった感じがしますね。でもやっぱりこう BGM がいいと、あぶね、モチベーションが上がりますな。ここもうちょっと、もうちょっと、よし、 OK、 慎重に。そう、これ抜けたり、よし、うわ、怖っ怖っ、なんかありそうな気もするけど、よし、あぶね、いけ、よしよしよし、セーブ来いよ、セーブ来いよ、よしよしよし、オッケー、セーブ。うーん、ここもノーセーブ、オッケー。隠しアイテムがまあどうだろうね、あったりなかったりか。まあ怪しいところがあれば、あ、しまった、入ってきたいとこですけどね。まあ今のところも結構怪しいっちゃ怪しいから、タンタン入っていこうかな。ほっ、この辺、この辺ないか。調べることは大事よ。あんた、あう、やられた。これかっこいいね。このハイハットがかっこいいんですよね。この裏打ちのツタツタツタっていう。よし、いけ、オッケー。よし、あ、ほ、よし、いいね、いいね、いい感じ。あぶねー、タンタン、ここもタン、よしよし、いけよ、ここまで来たらちゃんといけよ。うわー、なんかありそう、なんかやっぱりある、なんかやっぱあるじゃない。もう危ない。でここがどうなったっけ。あ、この、あ、よしよし、オッケーオッケー、まあ、なんとなくで来れてよかった。なんかあるかな。ないね。そ
したらこっちがよし、そこで一回入る感じか。あぶねえ。でするあショットくんいますね。多分ここが開くんじゃないかな。そんな感じです。あー高か、思ってる高かった。高く飛びすぎたな今。あっと違うよっ、よしよし、ここあいけるか。あぶねえ、ちょっと今危なかったな。まあでもなんとかなんとか来れてよかった。ショットくん打ってどうなんだあれ、怖っ。これ本当は右行くのかな。あそこのねえ、あそこの左下の穴は気になるけど、どうにかして行けるものなのか。なんか隠しっぽいな、そんな気しますよね、うん、こっち行ける？右。え、ああ右は行けないんだ。なるほど、ここ気にはなるんだけどね。でもトリガーらしい、トリガーが危ねえ、毎回危ねえな。ないというね。まあないのか見つけられないのか。でもなんかありそうですよね、ここは。怪しすぎる、怪しすぎますよ。ほ、まあ、とりあえず先行こうよ。危ない。そしてここなんもな、うわー、そこ結構むずいね。危ね、よしでゴール、オッケー。おお、意外と短めだった気がする。思ってたよりもなんか長いっていう意識で飛び込んだから短く感じたのかもしれませんけど、最後のあそこはアイテムっぽいな。でもアイテムだって逃してますもんね、これ。まあ後からまた取得しに行けるんじゃないかなと思うんで、そうですね、そこはまたこう調べたりしながらね、また後でやっていきたいかなと思います。でどうしても難しいアイテムの場所とかアイテムがあるようであれば、そこはそうですね、まあ見送ることもちょっと検討しつつやっていきたいかなとは思いますけどもね。よし、じゃあ行きましょう。泳ぎたくなってきた？あ、なってきたんですよ。ちょうどね。まあ水色のタイルですから、そんな感じはしつつ、じゃあ入ってきましょうか。今回はでもここまでいけるね。まだまだ収録時間ありますから。あ、これは復活する？しない。こっちは復活する？復活するかこれ。あ、こっちはするか。濃い方が復活するタイルか。あ、タイルじゃないわ、で水ってことですね。あ、なるほど、それをこう教えてくれるチュートリアル的な感じであるんですね、最初のあそこは。よし、水ね。うわー、あー、こういうとこ意外と難しい、意外とっていうか普通に難しいわけなんですが、ちょっと OK、 こっちからでも右からも行けるけど、どうしようかな。右から行ってみる。あ、行けた、オッケーオッケー。右の方が意外と、でもこっちも行ってみたいな、なんかね越えてみたいというか。あ、行けるね、よし。あとアイテム探しを極力はっていうところですけど、どういう風に隠されてるかなんだよな。これは下まで一気に行けるか。よっ、よしよし。あ、また曲かっこいいね、いいですよ、すごくいい曲がかっこいい。私もどの曲もみんな好き。あ、やっぱジャンプサイズが違う、サイズっていうか。 OK で、あー、そう、水中のこれ難しいんだよね。いける、あー、よかったよかった。もう一回やんの。あー、うー、ダメだった。これは SGGK か。なるほど、選曲センスがよろしいですな。どこからこういう曲を探して来られるのか。あー、当たっちゃった。よし、集中よ。SGGK、 よし、来た。危ない危ない危ない、セーブセーブ、オッケー。ここは水中じゃないね。よし、あ、水中だったり水中じゃなかったりをこう繰り返していく複合ステージってことですね。よし、で、あー、これはダメだ、今のは。こ、あー、うそ、今ここをね、この辺、よし。あそこまでか。この水の種類が変わるのがまた難しい。これはあれか、復活するタイプの水か。よし、名前があるんですけどちょっと私今パッと思い出せない。よっ、よし、これ釣る結果が、あ、いや、単頭打ちか。こうしよう、こう抜け出て、こう、
くよ。 OK、 セーブ。よしよし、ふう、一休み。ちょっと下行きたいですね。気になる、なんかあるかな。なしと。まあでもこういうところ以外にもなんか隠し道があったりするのかなっていうのは気になるところですけど、上は？あ、ないか、ないか。探していきたいってことはもう上とか下にはないのかな、うん、あーこれ難しいね、この切り替わり目。うわ、むず。あー高く出ちゃうんだよね。あーダメだ、高くなっちゃう。くそー、やってくれるぜハスカウサギさん。ここら辺から行く、それか。あー今度引くもう極端だな。お、曲が終わったぞ。よし来た、オッケーオッケーオッケー。このチャンスを無駄にすんなよ。よし、あぶね、セーブ、セーブいただき。さてここを、あーそうなっちゃうか。よし、あーこれまた面白いな、この水が変わる感じ。あし何がしたかったのかよくわかんない行動。オッケー、下も一応降りてみよっか、セーブ近かったしね。うん、なしか。よし、でここは多分復活するから。あー落ちんのかなんか怪しいと思ったけどね。うん、落ちるんですな、そういうことね。あぶね、そしたら、あ、上全部落ちんの。あー、じゃあ右まで一気に行けということですね。そしてここね、右まで一気にだから、あそこまで飛び出す感じで、ほっ、よしよしよ、そういうことだ。ほっで、オッケー、大丈夫かな、セーブ。ここは、お、なんかルートが右下なんかあるね、右下。あれ多分隠しでしょうね。 EV 超えてく必要ありますけど、行きましょう。なんか多分アイテム、あ、ルームだと思うんで、超えられるまでひたすら、あ、あれ、ちょっと待って、2段ジャンプが出てない。よし、行くよ。あー、まあ、でもキルザ・ジュン・ジーでもこういう水中配置作りましたからね、多分いけ、意外といけないのね。いけそうな気がするんだけど、ダメか。あ、来た来た来た、オッケーオッケー。でこっち、こっちなんかあるぞ多分。いけいけいけ、あるか。お、ある。あー、ショートカットできるってだけか、だけっていうか、まあすごい大事なことですけども。あ、そういうことですね。まあでもいいか、正規ルートで行こう。よし、そしたら本来はこっちからですね、上に上がっていく。あー、 EV 超えた方が早いな、幾分も。そう考えると、まあでもいっか。そう、はい、よし。んでここをね、ワンジャンプ。あ、なるほど。え、EV 遠回りの方が、あ、でもアイテムあるね。アイテムあそこありますね。こっちから行った方がいいか。ちょっとまずここいけるかな。あー、しまった。オッケー、まあワンジャンプでもいけなくはないと思うけ、いや、いけないか。一回やっぱ入んないとダメです。よし、来た、オッケー、いいぞ。で、まあとりあえず上に上がっていく感じでいいかな。そうね、こう来て、で次は、あー、ぐるっと、ぐるっとで合ってるよね。いけるかな、あそこまで。まあ、とりあえず飛んでみます、一回。あ、いけそうな気もするね。頑張りましょう。そして、よっ。で、ここから。あ、いける。よしよしよし。で、タンタン。まあ、左からでもいけるか。よし。これで、こう来て。OK。いいね。この区間はすごく良心的な気がする。おー、いいね。面白い感じ。あー、それ2段ジャンプできる水か、最後のは。そうですね、だからこう、あー、むついな、こう。あ、そっか、で右行くのかな。ちょっと右行ってみましょうか。あ、違う、だからこれ一回さ、こっち渡ってか、こう。あー、で、ん、これ右、あー、あ、ダメだ、そういうことか。ぐわっと曲がってっていうか、回ってこないとアイテム取れないんだ。あ、そういうことだ。こっちルートじゃもうダメだね、これ。そうですね、どうしてもダメか。
わかりました。じゃあどうしよう、戻るか戻りましょう。戻れる、戻れるよね。よし、じゃあ戻りましょう。あそこの、よし、ワンジャンで多分いけると思うんで、あーそうね、入り込んで、そう、下行きましょうか。そうしましょう。ほい、よし、で入っていけ、よーしよしよし、こういうことだ。そして来たサビ、こうかっこいいんだよ。で一回セーブして、ぐわっと回ってアイテム取ってこう。うわー、いろんなあの水が混ざってますね。上抜けてた方が早いけど、そんなわけはないんで。これってさ、ハリカーンジャンプしてって、その、うわー飛ぶね結構。あーそこがむずいな。左下って何かありましたっけ。あーぐるっとか、こう回ってけ、あーなるほどね、こうやって回ってけってことか。そういうことですね。で多分左下から回ってかないと、うわーむずい、いけないんでしょうね。きた、あーくそ悔しい、悔しすぎる。きた、あーなんでだろうな、そこをちょっと焦りすぎちゃうっていうか、それが多分敗因なんでしょうけど。よっ、きた、ここだここ。うわくっそー、やってしまったか。あとはくぐっていくだけなんですけどね。よし来た、やっと来た。むっちゃむずいここ。よ、ここが、よしよし、あすっごい難しかったこの区間。やってくれる。そしてここは どういくんだこれ。これ二段ジャンプが復活するから、あそこで、あ、わかった。であそこでちょっと触れて、あーしまった、タイミング難しかったな。でもここはさっきの区間よりは多分簡単にいけると思います。ほ、よし、あ、触れるタイミングはちょっとむずいな。いけそうでここもいけないな、なかなか難しい区間。ほ、あ、来た、 OK。 でどういこう、ここ抜け出て、上抜け出てもいいし、下行ってもいいし。これ上抜け出た方が早い気がするな、下よりも。あ、まあどっちでもいいか、上行こう、行きます。うん、うくっそ見越されてるか。いいでしょう。お、ワンジャンプ、ここが意外と来た、 OK。 で来たね、よしよしよし。これってさ、上がっていけるかな。あ、いける、よしよしよし、 OKOKOK、 OK OK OK、なんとか来れたぞ。そしてあとは左か、左に向かっていくだけだし、だけですが、ここはこう、あ、上に針あんだなるほど。そしたら、まずはこう来て、高い高い高い、え、待って、この後どうすればいいんだ。あそこで上に乗るのか、あ、わかりました、 OK。 結構難しいぞこれも。あ、また、あ、しまった。そうじゃない、そうじゃないぞ、こう、よしよしよし。そしたら、あ、あの水にとりあえず入って、これってでもいけるもんかな。二段はもう復活してないから、いけるかこれ。まあ、とりあえずやってみるか。お、あ、その前に当たっちゃった。よし、で、あ、いけるね。もうワンジャンプでいっちゃった方がいいね。ワンジャンプっていうか、あそこで一回止まらずに二段ジャンプやる感覚で入って、でそこからだね。あそこのブロックに乗らないといけないから頑張ろう。 OK で1回で、あぶね、よし来たぞ。ここ難しいな。でもスッと、よしよし、取れる、取れるね。で下帰ってくけど、あそこ針あるね。あ、待って、これ結構難しくない？結構むずいね。どうしよっかなこれ。また戻る、どうすればいいかな。ちょっと待ってください。いやでも一回行っちゃった方がいいよね。あ、分かった分かった。一回下に降りよう。スッと行って、あそこでワンジャンプして、よし、分かった。したらここが、ちょっと待って、意外と近いのか、針クワッと越えてスッ
と降りて一回下のセーブ取りましょうか。そうしましょう。 OK、 いいでしょう。ここ難しいんだよな。セーブまで行かせてほしい。ここギリギリ立てるからそこだよな。と危ねえ。よしよし来た来た。おっかね、今危なかった。これでひとまず OK。 あとは上に上がっていくだけだね。そうですそうです。だからそう、あとは繰り返しやっていればとりあえずアイテム取れれば OK ですよ。よしほいっと OK。 うー、これた。いや難しい区間だったな。あそこアイテムちょっと難しいっすな。この先もあの難易度だったらあれちょっときつくなってしまうそうでもやられすぎでしょ。ほ、あれよ、よし入ります。ほい。あそこまで行くとゴールか。そういうことですね。あーセーブないね。まあ、いっか。ここ取れないよね。あーこの水か。行くよ。オッケー、危ねえ。ここむずいな。あーやられたぜー。ってことはこっからか。オッケー。スイスイッと越えないといけないから難しいんだよな。あ、またまた。セーブ取れるわ。取れるじゃん何をしてんのもう。さっきスルーしてきましたね、盛大に。まあ、それはそれでまたいいのかもしれないが、セルフ難易度というかね。よし、じゃあ越えてこう。ここまたむずいの。ほい、当たっちゃうね。そこ来た。よし OK。 あとはうん、あーこれはあれか。あーまたギリギリ。あーでもそうでもないか。そんなんでもないね。よし、そしたらうえー、ここもまた1個目はこう超えるか。こっからだね問題は。よっ、うんで、あーうー当たっちゃった。むずいな。そいそい、ここは集中だって言ってるでしょ。集中よ。ここ危ない。よし OK。 よーしよしよし、乗り切った。よく乗り切った、ナイス。そしたらまあ、とりあえず行ってみるか。ここで待ってね。あーそこで行けるかな。あぶね。一回触れた方がいいか、右に。そうしないといけないかな。多分そんな感じじゃないかな。よっ、あーそうっぽいな。あれまた独特だな、あの針に触れるの。うん、おっと来た。オッケーオッケー、これでボンミス。よしオッケー、いいぞいいぞ。おーしよしよし、ナイスナイスナイス。で一回あそこで休もう。んでこれむずいぞ。あーむずいよね。一回水が入るとむずいな。よしオッケー、1個目はいいでしょう。次 OK 来た、ナイス。でこれは普通にふわっといけば。よしでふわっと、よしよしよし OK OK、 これだ。打ちます。あそこ戻るのか、そういうことか。でもそこに出てるってことはここから。よしでそこまたリバースしてか。まあいいでしょう、行きましょう。足元、なんか今すごく無計画にいっちゃったな。 OK いけるでしょう。あそっか、打ってここを、あえうそん、今いけたと思ったんだけどな。飛んだと思ったんだけど飛べてなかった。いやマジか、結構難しいのね水中ちゃんは。よし、あぶね、リカバッター、ナイス。リカバッター、あぶね。いやーもうそしてやられるか。どうして、くそー、ここいた。よっしゃ、ふー難しかった水中ステージ。プラティナバークスパート2はここで終了したいと思います。ちなみに次のピンクゾーンは消えたり現れたりということらしいですね。なんでまたちょっとギミック系のステージのようですね。
まあ頑張っていきましょうか。いやアイテム難しかったな。ちょっとねなかなか難易度がまあ高めというアイワナではありますけども結構苦戦しました。ということで次回はこのピンクゾーンピンクステージに入っていきましょうですね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。